はい、皆様どうも、マフロです。それでは2オーツやっていきましょう。この猿ですね、前回落とし勝った猿の続きでございます。見失ってんじゃねえよ猿。この野郎なんていうのクソの技を使ってくるんだ。もうその技は得て、あ、当たんのかそれ。こっちまで来てくれるか。ああ、また消えやがった。あ、でもこの繰り返しやってれば楽か。よし、取っちゃったよ。晴れたね、よかった。やっぱあいつが主だったのか。あの上にもいるやつうざいからやっつける。さすがに主はもう復活しないよね。あ、紙。これ使ったらひょっとして忍術覚えれる？忍術。さあ、忍術だ。大事だね。毒手裏剣じゃない、火薬玉。まこの辺は便利だよね。一番有利なのは鈍足なんだけど、どこにあるかな。この辺は攻撃系だよな。あと弓の上限も増やしたいけど、あ、目つぶしもいいんだったな。右か下だな。じゃあ行くのはとりあえず下行こうか。これいいもんな、ダッシュだけ。で、
つ。術したくてどこだ。装備かな。ここで術したくってどこよ。ショートカットよ。あ、そうか、あっちでしかつけれないんだな、確か。あの社でしか。そうだったそうだった。なんかいるな。あ、なんかしてる。なんかいるな。なんか投げたのかな。お、下がある。下も行けるのか。矢があるからね。下とりあえず、あ、こっちにもなんかあるな。今のやつがいたところか。下降りてみよう。お、こだま、みっけー。暗いなあ。逃げるから一匹を弓で。あ、一発で死なのか。あ、しまった。間違えた。使うつもりなかったので使ってしまった。忍び装束いっぱい。あれ、登れない、こっちか。どこだろうこれ。ああ、反対側に出たっぽいな、あそこの。これがいけないって言ってた。暑いなこれ。こっちが正規ルートなんかな。
蹴落とせるなこれ。内側行くには落ちなきゃダメ。あそこ行きたい、ね、なんか落ちたら戻れない気がしてね。ちょっと一回戻ろう。あいつも倒してないしね。ネームのね、よいしょ、大体あっちのルートは分かった。こっちね。あ、ネームどういったと。辻斬り陣之助です。回復早いな。あ、こいつもか。厄介だな。避けてきやがるぜ。ガードもするし。ああ、これも避けられた。でも体力もない。なんかまたエリアがあるな。これ火のところは入れないんだよな。ほら、モヤモヤしてる。なんもなかった。あるわ。追い打ちしようとすんな。ここにもあれがあるな。どこっぽい。
れるとこいっぱいあるんだな。もっと分かりやすいとこが好きだなわし。お、いきなりかぶってくんない。なんかいるな。なんでこいつ。挨拶。何か欲しがってる。わかんねえよ。わかんねえ。あ、まだのこっちか。猫嫌いのマタベ。落ちた、マタベ。痛い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 。ちょっとそんな不意打ち的なやめて。もうちょっと不意打ちっぽかったな。うざいな、このマタベ。お、ごめんごめん、殴っちゃった。怒られたよ、殴んなみたい。マタベのせいやね。猫嫌いのくせに。この三段構え一体今どこにいるんだろう。あの野郎、あ、落ちたよ。なんか落ちたらやばかったところじゃない。やばいでこれ、いっぱいいるもん。早く逃げなきゃ。でかくなった。これ向こう側か、あれのもやもや言ってた。無駄に出た、でかくなりやがってこの野郎。あ、こんなとこに隠れてた。助けてくれんか。モヤリン倒すか。タタラか。なになになに、なんか爆発した。ちょっと待って、
だその技。やばい、どうした、よかった。いやー激戦だね。上から投げてるやつうっとうしいね。この先戻ってくる、戻るところだよな。そろそろショートカットか白が欲しいです。あ、ここも下ろせるかな、ショートカットかな。あ、ショートカットだね。そこでショートカットはできた。おっと、いやショートカット行く前にちょっとあの上のとかも行けるとこ行っときたいな。死ぬかな。いやあの辺死んだらちょっと厄介だな。やめとこう。術支度これがか。猿はとりあえずいいや。これも、なんだっけ、あと1だったんだよ、確か。ブを上げるぜ。これで、猿がつけれる。でこれでガラクタ1弓は買っといて、石はいいや。忍びの門まで行くか、結構行ってもらえたんだよな。手術したく、虎掛け支度度2個、ショートカット、ショートカットに入れたいんだよ。
どうやって入れるの？これで消費、うん、そうしたい。あ、三角か。とりあえず石のところ入れとこう。これでいいんだね。あ、まだ能力買い替えける。技ねえ、どこ呪文あげなきゃね。よし、ちょっと余裕できたね。スキル汎用スキル、これ1でいけんの？持続時間はな、伸びた方がいいよね。虎掛け使ってみよう。そんなにむちゃくちゃ速くなるわけではない。力どこだ。いっぱいいるなぁ。またでかくなりやがった、この野郎。うざいっつうの。ああ、やられた。くそー、うっとしい顔してやがんな、こいつ。はい、今回はそれでは終わっておきましょうかね。取り返しておきます。次回よろしくお願いします。では、さようなら。